ハルピンチャンネルをご覧の皆さん、ハルピンだよ。みんな元気？今日はハルピン情報のお時間です。ハルピン情報とは、子育てに役立つグッズやハルピンが愛用しているもの、パパとママがゲットしてきたものを紹介します。今回紹介するのはこれ。コストコで買ってきたリデュースハイドロボトル3点セット。かわいいですね。これから夏本番で飲み物が必要な時にはぴったり。ハルピン世代にはありがたいストロー付きだよ。では早速一つずつ見ていきましょう。まず一つ目はこれ。ってなんで上の部分しかないんだ。下の部分の柄が見たいの。気を取り直して、まずはフラミンゴ。色合いがかわいいですね。しかもプラスチック製でしっかりしているから赤ちゃんが投げても安心。ではではネクスト。ってなんでまた上しかないんだ。そんなことやってるとさっきのに入れちゃうぞ。って色合い的には悪くないの。次はスペース柄。これもまた可愛いですね。絶妙な色使いでハルピンどっち使うか迷っちゃう。こっちでもいいし、こっちでも合うな。組み合わせでも迷っちゃう。最後はこれ。ってまた上に、もうなんか出すのが大変だったのね。そうかそうか。最後はワンちゃん。これも可愛い。ちなみに熱いもの入れたりすると火傷したり、冷凍庫に入れたりすると割れたりして危険だから絶対にやらないようにね。電子レンジもめ。こんだけあると組み合わせが自由だね。もう一本に2本入れちゃおうかな。どれ使うか迷っちゃうな。で、机の上が大変なことになっちゃった。もう全部ポイポイだ。ということで、コストコでゲットしてきたボトル3本セットで1528円です。ぜひゲットしてみてね。じゃあねー。これメルカリで買うより安いな。